近畿キッズの堂本光一が12月11日放送のラジオ番組、近畿キッズ、どんなもんや、文化放送に出演。S ミルイーアップ、旧ジャニーズ事務所に代わり、タレントのマネジメント業務などを手掛ける新会社、STARTO エンターテインメントの COO、最高執行責任者に就任した井ノ原快彦、47、の人柄について明かす場面があった。この日の放送ではリスナーからの次のメッセージを紹介。井ノ原さんがブログで京都南座の思い出として30年以上前、同じホテルに近畿キッズと滞在していた際、自分と堂本剛さんが笑って起きている中、光一さんが寝たがっていたというエピソードを紹介していました。お気に入りのネタをやると光一さんも笑ってしまって結局3人で起きていたとの話でしたが、どんなネタだったか覚えていますか？これに光一は、そう、命からも南座の写真、メールで送られてきて、懐かしいねって。そうなんですよね、と反応。続けて、この時の命がさ、命は俺らよりも3つ年上なわけじゃないですか。年上なのに率先して、ホテルの、雑魚ベッドって俺らは呼んでたんですけどとし、ツインの部屋に3人入れられてたんで、1人が要するにエキストラベッドですね。雑魚ベッドにならないところを、命が進んで雑魚ベッドに寝てくれたりとか、非常に優しいですね。昔から優しかったですね。あの人はねと振り返った。じゃんけんするときももちろんあるんですよ。とした上で、そういうのも含めて非常に平和でしたね。楽しかったですね。南座ね。スマップの舞台でしたね。アナザーかな。やりましたねと、1993年に開催されたスマップの舞台での出来事だったと明かした。リスナーからの質問については、ネタは全く覚えてへんなぁ。未だにやってるあれかなぁ。笑い。今も昔も変わらんですよ。我々は、いのっちさんのそういう関係性というかね、昔からのそういうネタを引きずってる。それはあんまり言えるようなネタでもないような気もしてるんで言いませんけどもと、楽しそうに話していた。福田新社長も井ノ原を頼りに、光一のトークにリスナーからは、近畿より年長者やのに進んで雑魚ベッドに寝てくれる命、優しい、エキストラベッドに進んで寝てくれる命優しいなーって思ってる光一さん、平和すぎる関係性、命にはこの世代のメンバーと気兼ねなく笑い合っててほしいんだよ。命とのエピソードトークはなんだろな、ここ最近は特に胸に響くよね。井ノ原さんが優しく、気遣いの人だというのは多くの人に知られていますが、30年前からそれは変わらなかったということなんでしょうね。昔はアイドル業界も体育会系で先輩後輩の関係は絶対的なものだった。ところが当時から井ノ原さんは先輩にもかかわらず、後輩の近畿にベッドを譲り、自分は進んで、雑魚ベッドで寝るという優しさを見せていたと。その優しさや気遣いが現在も生かされていて、いよいよ重要なポジションを任されるようになったのではないでしょうか。ワイドショー関係者、ジャニー喜多川氏、享年87、の加害問題をめぐり、会見を行った旧ジャニーズ事務所。9月7日、10月2日の2度にわたる会見にも井ノ原は登壇していた。昨年10月には滝沢秀明さん、41、に代わってジュニア、旧ジャニーズジュニア、の育成やプロデュースを手掛けるジャニーズアイランドの社長に就任。藤島ジュリー景子氏、57、からの直接のラブコールで就任を要請されたと言いますから、旧ジャニーズ上層部からの信頼も厚かったんでしょうね。東山紀之さん、57、は新会社の社長就任を辞退したそうですが、経営者として敏腕と名高い新社長の福田敦氏、58、も、ずっと一緒にいるという井ノ原さんのことを芸能周りの面、タレント育成の面では全面的に頼りにしているのでしょうし、光一さんをはじめとする所属タレントも彼の COO を就任に納得しているのではないでしょうか。前道、井ノ原 COO の手腕で旧ジャニーズ事務所は復活を遂げる。画像、ああもうかっこいい。井ノ原快彦、東山紀之×堂本光一、旧ジャニーズ上層部、イケメンすぎる激レアスリーショット。井ノ原は12月8日付でズミルインアップの代表取締役副社長を退任し、STARTO 社の COO に就任。会社が軌道に乗るまで経営に注力すると報じられている。